はい、遠野江です <coughs>。それでは、今日は新刊本のご案内です。呪い返しししおこ誕生原作集ですね。二千二十二年十月六日発刊です。翌七日から、この映画が封切りになる前日に発刊されたと。まあ、そこのタイミングにも、何らかの意味があるんじゃないかと考察するとですね。 えー、まあ、この事前学習的に、この呪い返しに関する関連の教えをここから読み取っておくという意義はあるのかなというふうには思いました。で、まあ、原作集ではありますけども、今日はそのストーリーに関しては一切言うつもりはなくてですね、まあ、今言いましたように関連した教えをお届けしようという趣旨なんですが、まあ、決定的に重要なのはですね、 まあこの内容は、このパングルの霊言がこの中に入ってて、あの、一回も紹介したことはあるんですけど、決定的に重要なのは、前書きです、えー。9月15日に書き下ろされた大川総裁の前書きが決定的に重要で、この中に、塩子の本当の使命が明かされているんですね。これがとっても大事だと思っております。 でえー、まずこの前掛けでおっしゃってることは人間の生き方には明確な善悪があると聖者があるということをはっきりおっしゃってましてそれは天上界に神がいらっしゃる以上神の意向に沿った生き方であるか神の意向に沿ってない生き方であるかこの基準というものがあると。でこの 神の意向に沿ってるかどうかを知るために正しい信仰、正信というものが大事になってくるわけであります。えー、正しい信仰がしっかり立ってるから神の意向がまっすぐ入ってくるというものだと思うんですね。それに基づいて白黒というのははっきりと判定されると。天国地獄というのははっきりと判定されていって、潮子の本当の使命は 聖者の判定であるというふうに解かれるんですね。だから呪い、呪い返しというものをテーマにはしてるけれども、塩子の持ってる本当の使命は聖者の判定にあります。白黒をはっきりつけるというところにあってですね。これがこの映画が登場した最大の主題であります。で、なぜかと考えますと、今地球は非常に文明の危機に瀕しているわけで、 これは聖者が曖昧になってる白黒が曖昧になったり逆転してると天道妄想とも言いますけどその判断が逆転しちゃってるかゆえに地上が地獄化してるわけでそれを正すためにこの聖者の判定をつけるここがですね塩子の使命であってこの映画の主題であるということなんですね、まあ、これをまず踏まえた上でですね この関連の教えというものをしっかり学んでいきたいと思うんです。で、証拠にはあ、偉人力が備わっておりまして、様々な秘宝を映画の中で使います。<laughs> で、呪い返しの秘宝というものが出てくるわけで、これはもう映画を見ていただくしかないし、私もまだ見てませんから、え実際どんなものかというのはですね、楽しみにしてるんですけれども、 まあ、ああ、ごく簡単にジェスチャーだけちょっとだけ真似すると、まあこういうふうなジェスチャーらしいですね。これにいろんな言葉がついていって、秘宝になっていくと。それからもう一つ重要なものは、その悪さをする人間というのは背後に 悪しき霊存在がついてるわけですね。憑依してるわけで、その悪しき霊存在というのは、地上の人間の目に見えないことをいいことに、それを隠れ蓑のにして、いろんな悪さをしてると。で、これをですね、まず、この、浮かび上がらせて、どういうものがついて、どういう悪さをしてるのかというものを、白術のもとにさらすだけで、 もう半分は、彼らは崩壊し始めると。で、この白日のもとにさらすということを、召喚と言って、まあ、呼び寄せるということですよね。で、召喚の儀というものが出てまいります。で、それもですね、まあ実際に映画を私も見て楽しみにしてますけど、まあこの本の中にもですね、その召喚の儀、 というものが、あはっきりとこう解説されてるんですね。これがこの本のまた大きな意義であります。修法のやり方までちゃんと載ってるから、この本ぜひとも手に入れておく必要があるんじゃないかなと思うわけですね。で、実はそれ以外にも、3つの修法というものがさらにこの中に、えー、明記されております。それは、修法、光の矢。 光の矢というものとか、あるいは、修法、羽縛り。これは天狗の羽を縛るための修法。そして、修法、光の渦というようなものとかですね。あと三つほど、これも修法の,なあの中身までまあ記されてますので、まあ、そういった意味で非常に価値の高い本であるというふうに思います。それから、あと、関連する教えとしてはですね、 やはりこの呪い返し、呪ってくる相手として、現実には天狗が非常に多い状態であるというふうにおっしゃるんですね。これパングルの霊言ですけれども。実際には天狗返しというものを相当やってると。で、その天狗というのはですね、まあ、どういうふうな特徴があるのかが、ここでルール述べられているわけですね。で、天狗というのはですね、 まず特徴として、もう自分の周りのものに自分の道を整えさせようとするそうなんですね。だから、あの、我が道を整えようと。私の道を開けというふうに、念力で、この相手の心を支配して、自由自在にねじ曲げて動か,動かそうとするという特徴があるそうなんですね。周りのものを自分の思い通りに使って自分の道を整えさそうとすると。 で、本人自身は決して、えー、反省をしないということで。決して自分が本当に心から悪いとは決して思わないわけですね。そういうふうな特徴があって。で、えー、天狗というのは、まあ、自分の思い通りに人をさせようとするんですけれども、思い通りにならないと逆に、今度はこの金縛りをかけてきたり、あるいはこのカラスのくつばしでつつくみたいに、こう、 頭をつついてきたり、あるいは爪でですね、あの、頭の半分をこう、わしづかみにしてきたりとか、まあそういう物理的な攻撃をしてくる、そういう特徴があるというふうに説かれております。ただまあ、その天狗をさらに上回る法力を持った人が出てくるとですね、まあ、天狗というのはこの羽縛りにあって動かれ、動けなくされてしまったり、 あるいは鉄格子の中に入れられて、そこで見張られるというような、こういうことになってしまう。まあこういうふうなことが多分映画の中でいっぱい出てくるんじゃないかと思うわけです。まあそういう天狗の説明があった後に、ただ、その呪い返しをするときもですね、この呪われてる方、救済の対象の方も、まあ何らかの原因があって呪われている可能性があるので、 自分自身も反省して、その呪われている原因というものを解消しようという努力は必要であって、それを全くしようとし,しないものですね。それは、この救いようがなくなってくるということもあり得ると説かれるわけなんですね。反省が必要と。ただまあ、例えば実際にこの戦っている最中、例えば塩子自身が戦っている最中に反省するという意味ではなくて、 それは戦い終えた後に彼女も鎌倉の大仏の前に行って心静かに本当に自分は正しかったかどうかを反省すると。まあこういう作法として反省が強調されると。こういう注意点があるというふうに教えられております。まあ、ということでですね、もう一回前書きに戻りますと、この前書きではですね、現代では唯物論とか無心論が蔓延して、 しかもその上に科学万能主義というものも白車をかけて、とにかくこの世での利便性とかこの世での利益みたいなものばかり追い求め、追い求める人が増えてですね。だから肉体的な幸福だけを追求する人がとっても今増えてる。増えすぎてると。こういう状況にあって、まあ、文明も危機に瀕してるわけなんですね。ただ、 この、神の目から見て人間の生き方というのははっきりと聖者が分かれてきて、神の意向に沿ってるものと、神の意向に沿っていないもの、これははっきり分かれてくる。この神の意向、お考えを知るために、正しい信仰、昇進というものが大事になるわけであります。で、我々は正しい生き方をしておれば天国に帰れるし、間違った生き方をしていたら地獄に行く。 この白黒ははっきりつけていくと。つけられていくと。で、この塩子の本当の使命は聖者の判定にあるということがはっきり明言されて、そのために出てきた映画であると。で我々もそこをですね、えー、魂で学ぶためにこれから映画鑑賞体験というものが始まるわけであります。ということで、明日から始まる映画、私も大変 楽しみにしておりますけれども、まあ、この動画をいつ聞かれるかはわかりませんけれども、まあ、事前学習的にこの関連の教えというものを学ぶもよし、あるいは映画を見られた後、それを復習するときにですね、まあ、この本の内容を自分なりに学ぶもよし、そういう形でぜひともこの本を読んでいただきたいということをお伝えして、本日の紹介とさせていただきます。ありがとうございました。